今日は釣り吉2月号です。今月は松山市の和気漁港に来ています。そして愛媛 CATV の谷川あずささんにも来てもらいました。おはようございます。はい、おはようございます。船は乗ったことがないので、とっても楽しみです、楽しみですね。だいたいね、釣りってね、ビギナーズラックがあるので釣れます。本当ですか？このポイントはどういう場所ですか？ここはですね、水深が70メーターぐらいから30メーターぐらいまでゆっくり、駆け上がっていくようなポイントで、ここのメインターゲットはハマチ、サワラ、この下にもアジとかイワシとかいっぱいいるんで、それに紛らわせてハマチが食ってくる、サワラが食ってくるっていうような形でやりますね。はい、はい、どうぞ。水深65メーターから駆け上がっていきます。ああ、そうですね、水深は言いますので、外取り、根掛かりは気をつけてください。はい、これでこっちのは根掛かった木に抱えて、あ、なんか、おー、うん、あ、また根掛かった。あ、違う、そこに引っかかったんです。違う、魚じゃない、これ魚です。ひろかさん、早い。はい、早い。一体どんな大きな魚が、おめでとうございます。やった、すごい、やりました。ハマチ、すごい、生まれてる、すごいですね。3センチ、すごいです。ありがとうございます。次はあなたです。私ですね。次はあなたです。